おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。商売してて、はい、売る商品とか売るものって、はい、同じなんだけど、はい、実際は本当は違うもの売ってるんだよって話、はい、でそこを間違えると商売ってうまくいかないんだよって話したんですけど、はいはい、でそれを強く例として思うのは、大塚家具ね、はい、家具って、はい、大塚家具って何売ってるの？豪華と言ったらいいんですけど、高級家具、高級家具売ってる。それ、はい、で要は婚礼の時に、はい、要は親にまあ、お嫁さんのご実家が買うんだよね、はい、大概、うん、そうですね、でそれ何百万も出して持ってくんだけど、はい、新居に持ってったりする、はい、それってやはりうちの娘こんなに大切に扱っ育ててきたから大切にしてくれよとか、はい、そういうことだよね。で、はい、まあ、うん、見栄もあると思うんだよ、はい、うん、こんなうちは格式の高い家だ、はい、家具によって違うのかもしれない、うん、地域によって、はい、そういうことを売ってるんだよね、はい、要はこの家族の絆というようなものを売ってんだと思う、はい、だけで一方のニトリとかイケアって何を売ってるかだよね、はい、もうなんかそのなんて言うでしょう、お店ごとになんかコンセプトというか、うん、なんか色が似てたり似てるというか、うん、まあカラーバリエーションが似ていたりして、なんかその過ごしやすさというか、なんか見た目の良さというか、はい、要は同じ買うんでもこの、まあ、カーテンとか家具の色を合わせたり壁の色を合わせて雰囲気、はい、統一性を提案してそれによって買った方がスッキリした生活できる、はい、快適性を売ってるんだよね、はい、で全然違うもの売ってると思わない、はい、家族の絆を売ってるのと、はい、ね、はい、こう快適さを売ってるのと、はい、でだからこれはね全く違う業界なんだよ、はい、うん、で車の業界、我々も車の業界に携わってるんだけど、いやトヨタディーラーとかさ、はい、そういったは何売ってるんだろうね。安全性、安全性とか、あとは何でしょう、あとはプライドじゃなくて格式というか、すいません、うん、うまく言葉が出てこないんですけど、まあ安全性も売ってるのかもしれないけど、おそらく、はい、なんていうのかな、自信を売ってるのかもしれない。あ、プライド、まあ、それに乗ることによって、はい、なんかこういい気分になる高揚感、はいはい、優越感を売って売ったりするのかもしれない、うん、で要は社会的なステータス、はい、うん、売ってるのかもしれない、はい、でうちは何売ってんだろうね。うちは心の平安。そうそう、要はできるだけそんなにさ、車お金かけないでよ、はい、うん、で車お金かけない代わりになんかちょっと余裕作っていこうよ、はい、でね、お金のない人がそんなで、ね、うん、ローン組んでまでさ、そんな家張ったってしょうがないでしょみたいな僕が思ってるわけ、はい、だから結局なんていうかな、 あとやっぱ足だよね、本当の生活の足を確保して、はい、会社ちゃんと行って勤めて給料もらってさ、はい、家族みんなで暮らそうよ、はい、ね、なんか余裕持って、うん、そういうことを売ってるんだよ、はい、全然違うよね、はい、というか全く真逆と言ってもいい、ね、うん、はい、だから、うん、その何をこの本当は届けてるかによって、はい、本当は何違ってる、はい、うん、もしかしたら大塚家具とトヨタディーラーは同じもの売ってるかもしれない、はい、うん、で同じ家具屋と車と違うんだけど、はい、でもこのなんていうかな、このプライドみたいなものは同じかもしれない、ね、うん、でそこをそこをねしっかり見つめるってこと、要は理念を立てるってそこからなんだよ、はい、うん、でそこを常に意識するはい、ことが大切かなと、はい、そうすると道は千もまんまあるから、はい、そういうことでどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。